はい、皆さんこんばんは、みなつです。スーパーファミコンのファイアーエンブレム、紋章の謎、パート16、暗黒戦争編ですね。続きやっていきましょう。舞台編成の途中からですね。バーレンの港には珍しいものがたくさん売られてるらしいよ。もし行くんなら、それまでは無駄遣いしないようにね。お、貯金しとけってことか。はい、1個目さんとバストいらっしゃい。さて、どう展開させるかなぁと。とりあえず、動画さんは前の方出しとくか。一応お金を稼げる闘技場ってのもあるので。あー、闘技場ね、そういえばまだ出てきてない、ね。見かけたらやってみるといいかも。でもなんか闘技場はね、怖いっていうイメージしかないね。なんか別の作品で闘技場で、負けたら死ぬ。そう、負けたら死んじゃうんだよね、あれね。っていう。死ぬの？闘技場なけど？みたいな。ただの闘技場のはずなんだかなーっていう。闘技場は怖いよねー。わら、欲張って。そうそう、ちょっと欲張るとすぐにぽっくりっていう。ね。かける闘技場、コロシアム、だな。そんな感じだね。相手がただの盗賊だと思ったら、デビルソード装備してたり、わら。ああ、武器、もうなんか、ランダムというか変わるんだっけ。ちょっとシステムまでは覚えてないけど。怖いね。さあ、とりあえずどういう動きをしてくるか、見たい。確か賞金だけが表示されて。ああ、その、賞金がランダムっていうか、誰だってのは出てこなかった気がす。ああ、そうなのか。それは怖いね。そう、お前は突っ込んでくるよな。アートのメンバーで。ああ、やっぱ来んのか。うわ、移動力高え。お前らも問答無用で突っ込んでくるのな。さすがドラゴンナイトの移動力はすごい。こいつら移動力なぁ、一体。銃！まるでサイバスター。なぁ、サイバスター懐かしいなぁ。サイバード状態やね。うわぁ、この辺まで下がんねえとダメなの？マジで？ちょっと、下げないとな。まずいな。こいつらが来るぞ。ここか。最低ここだ。相手の移動範囲も見れなかったっけか。そう、見れないね、特に。見たいんだけど見れないっていう。もどかしさが。あれだ、そしたらベンデル置く必要ねえな。買い物。あれ、このシリーズではまだできなかったか。できないですね。あれ、手やりが一本足りないのと、細身は結構いいよ。
細身結構いいのか。ああ、連続。いいからね、連続攻撃はできるよね。攻撃力そんなないはったはったけど。で、まあ、鉄の槍と、鋼の槍と、手槍と、で、細身の槍か。の4本かでした。あ、でも、ソシャルナイト系、降りることを考えたら、あ、でもあれか、場内戦じゃない限り基本降りないもんな。今何本あったかな？さっきちらっと見ただけだけど、弓不足気味じゃなかった？そんなに少なかったっけ？あのね、ホース面から奪えばね、鉄の弓はまだあるはず。あ？うん。うん。使ってないキャラがね、持ってるからね。とりあえず、そっか、ナイトキラーとかもあんだよな。で、手槍に、2本くらい。あ、待って、2本で、細身の槍どうしようかな。鋼の、鋼の槍1本か。3本くらいでいいや。こんなとこかなー、多分。手槍は場内だと動画が使うと便利な時も。そうそうそう。だから一応動画にもね、持たせてんだよね。手槍は。こんな感じか。そりゃ、やはりこんな戦いは我慢できない。パオラ、カチュア、エスト、帰りましょう。なんだって。書いてた。ナイフのエクスカリバーって飛行艇に特攻だっけか。特攻ついてましたね。超警戒したのに。突っ込んでこなかったよ。大丈夫なんか妹。そしてこいつがめっちゃ嫌な位置で止まったな、おい。ただしぐかは置いていく。すげえ嫌な位置に置いてきたな。どうしようかな。最大まで来いよな。とりあえず、エクスカリバーで撃ち落とすか。撃ち落とせんのか。うむ。あ、37か。余裕、わら。37で魔防が0だから、
倒せるね。で、その周りを動画とかソシアルナイト系で固める感じか。ペガサスナイトが来るからな、その後も。その下の P ナイトの反撃、うむ。そうそうそう。こいつらもな、結構威力あるからな。ああ、普通にここらまで来れるんか。まあ、とりあえず、倒そう。テクスカリバー。おお、かっけえ。必殺もめっちゃ高くてまさに最強魔法。ねえ。乱発できないんだろうね。あとはこの辺の人らで固めようかね。あれ、こいつは手やりも、あ、こいつは手やり持ってる、手やり持ってたまあ来たらエクスカリバーで迎撃はできるか。とりあえず背側置いとこう。あ、間違えた。まあ、こんな感じかな。なんかマリクが将棋の王みたいに防衛されてる。笑。守んなきゃ。お、そこに来たか。お、避けたー、いいねー。そういえば武器見直してねえな。大丈夫か？なんか、無駄に強いもん装備してる気がする。あ、届いたか。まあいいか。森にいるアベルを狙うとは弱い間、わら。まあねー、まさかここ狙ってくると思ってなかったけど、他狙う奴がいないのか？さあ、そしたらどうしようかな。さすがにエクスカリバーをさらに使うのはもったいない気がするな。ここは、こいつらに任せるか。1、3。20? あ、倒せる。一応防御が低いのを狙うんだっけな。ああ、そういう UI なんだ。UI じゃん、AI。お、力いいねー。弓が力上がってくれるのはめっちゃ嬉しいわ。光
はうまい。ねえ、遠隔で力上がってくれるの相当嬉しい。さて、そしたら、で、先ここの村だよな。どう配置しようか。ちなみに魔法も力で威力上がるので。そうなんだよね、面白いよね、その辺の仕様はね。魔力って能力が次のシリーズからだからね。ああ、聖戦の系譜から魔力ができるのか。そうそう。まあ、聖戦の系譜までまだまだ先ですね。技か。まあでもこいつもともとちょっと高めなんだよね。同じになった感じか。あとは次のターンでこいつがここ開けてくれるから。あ、でも開けたら、こいつは出てくんのか。それ考えたら。ちょっと下げとくか。シーダで弓に直接攻撃と言うても、わら。それも考えたんだけどね、今行くと危ないかなと思って。お、バーツに攻撃か。これさ、テオノに交換しますかとかさ、ティアリに交換しますかとかっていうのを選べればいいんだけどね。あれ、扉の鍵残ってるよ。傭兵は注意やね。やっぱ先に開けさせた方が、よかったね。あ、わら。開けさせて正解だったっぽいよ。傭兵は必殺が怖いよね。覚えておく、無駄知識。無駄じゃないよ、節約だよ。9、6、2回行動できて、あ、倒せるじゃん、こいつで。オーケー。
お、6に上がった。お、最大 HP。しょっぱい。あんまり上がんなかったね、能力が。まあでも HP 上がっただけで十分かな。マリック育てたいんだけど、ちょっと魔法の書がもったいないんだよな。やっぱマリックはボスキラーとして使うべきか。誰で削ろう。倒した。てかファイアーエンブレム持ってんだね。左手に。やるな。あれ、ファイアーエンブレムだよね。もともと持ってなかったと思うけど。9。倒せんな。ナバルでいいか。幸運、守備力。力くれー。力が欲しい。守備は確かにね、傭兵としては嬉しいね。結構打たれ弱いからね、傭兵さん前に出るけど。で、チクチク要因ここに置いといて。あとはまあ生還する感じか。上でウェンゼルさんとレナがイチャイチャ。イチャイチャしてるかな、あれ。あれ、攻撃してこなかった。あれだ。動画の守備11で攻撃10だから。あー、なるほど。攻撃は取んないってことか。クリティカルじゃない限り。動画さん優秀やな。クリティカルはダメージ3なので。そうそうそう。あ、そっか、ゼロだから。多分レイの時はクリでもレイゼロなのか。なるほどね。そうか、ダメージ1のクリティカルは3だもんね。そういえば、そうかそうか。終了まであと5分になりました。おっと出張ってきた。
ここさ、前のとこより敵少ないけど、増援来るんかな？さーて。ちょっとな、いろいろミスったな。実はあの司祭居眠りしてて今起きました。なんかね。ゴードンで倒すか。これ司祭どう動くかな。お、怖っ。必殺で9か。わらわら。怖い怖い。でもさすが動画さんやわ。6% のクリッタか。ねえ、怖いね、ほんとにね。このゲームのパーセントほど信じられないものはないわ。終了まであと3分になりました。13-11-23 で6ダメだね。さっき 4% でリカード言ったから。ほんとだよ。56個目さんいらっしゃい。あれはちょっとね、まさかだったな、ほんとに。わらわら。まったくもう。勘弁してほしいね、ああいうのはね。直前でやり直せたらいいんだけど。クリティカル出なきゃ1の子。そして、できれば、ジュリアンで。ジュリアンで倒したい。なんというハエな。だって弱いんだもの。上がんなかったな。98。お。この章、ほんとこれで終わりか？前の章に比べて難易度がだいぶ下がってんな。そして今気づいたけど、司祭が戻った。戻ってる、動かなくなった。この BGM の別名は？別名は？満身のテーマ。わかるわ。わかってしまう自分がいるわ。そのせいでね、リカードさんも言ってしまわれたからな。終了まであと1分になりました。よっしゃ、今日はここまでですかね。次枠予約を無効にしました。視聴してくれた皆さんありがとう。おつー、お疲れ様。はい、長時間ありがとうございました。また次回、ターン終了から行きましょうかね。